福岡市西区の九州大学糸キャンパスで今日から始まったワークショップコレクション in 福岡には、企業などによる42のワークショップブースが設けられています。子どもたちは段ボールロボットをプログラミングで好きなように操作したり、小型のドローンを障害物を避けながら決められたルート通りに飛ばしたりして楽しんでいました。位置ずらしたりして正しく飛ぶのが面白かった。楽しい。いろいろ組み合わせていろいろな風に動くの。このイベントは遊びを通して子どもたちに想像力や表現力を育んでもらおうと開かれたものです。入場は無料で明日まで開かれています。